ワタコン、目黒蓮、スノーマン、演じるさやかと今田美桜演じるミオが心の距離を縮める、甘味どころ、シーンにファン大興奮このシーン大好き。ワタコン、大ヒットの感謝を込めて、映画公式が大人気シーンの劇中カットを投稿。公開から2ヶ月を経てもなお大ヒット中の映画、私の幸せな結婚。この度、映画の公式ツイッターにて、大ヒットを受けての感謝のメッセージとともに劇中カットが一転、公開された。公開されたのは、目黒蓮、スノーマン、演じる弓道さやかと今田美桜演じる斎森美桜が、甘味どころを訪れるシーン。顔を上げろ、小さくなる必要などない、少しずつ距離を近づけていくさやかと美桜。そしてこの直後に、ミオが白玉を食べて目を丸くする、あのキュートな名シーンが控えている。コメント欄には、このシーン大好きの声が、続々と書き込まれている。